一下級武士の身分にあれど、この国難の時代に国家のために微力の限りを尽くさんとの狂気抑えがたく、今般我脱国に及びそろう。これは日本を近代国家として牽引する人物を養成したいという壮大な願いを持った男の物語から始まる。時は1874年、米国バーモント州ラットランドのグレース協会で開催されたアメリカンボードの年次大会に一人の日本人が登壇しました。この男は私新島城の若かりし日の姿、日本が今ほど知られていない時代に私は異国の人々を前にこう訴えかけたのです。 私たちには教育とイエスの大きな愛が必要です。日本は無力な国、多くの子供たちは学ぶことを知らず、頼るものもなく飢え苦しんでいます。母国にキリスト教主義の学校を作りたい。しかし夢の実現には皆様方の協力が必要です。私は壮大な思いを異国の地で訴えたのです。すると聴衆からは次々と献金が寄せられました。その中には年老いた農夫から手渡された2ドルがありました。これは私のお金のすべてです。どうかこれをあなたの目的のためにお使いください。手渡された2ドルは農夫が自宅に帰るための汽車賃でした。この2ドルから私たち同志社の歴史が始まったのです。農夫は自宅まで夜通し歩き続けたと言われています。足取りは重くても気分は晴れやかだったことでしょう。こうして多くの人々の精神に支えられ京都の地に生まれた同志社。グレース教会で献金を訴えたあの日から変わることなく、社会の協力を得て良心と自由を持った人物を養成したい。養成した人物の力で社会全体を豊かにしたいという新島城の志。 Go! Go! Go in peace! Be strong! Mysterious hand guide you! 同志社には新島城の意志が脈々と受け継がれています。オール同志社でさまざまな志を未来へ。同志社大学学長の松岡です。創立者新島城の志と実践は明治初期の日本において画期的でした。彼は政府が国の形作りに試行錯誤していた時代、キリスト教主義、自由主義、国際主義を胸に新たな日本を作る、新たな人物養成の場を作り上げました。新島の意思を受け継ぎ、創立150周年に向けた新たな挑戦、同志社大学ビジョン2025、学生、卒業生、教職員、そして同志社に関係する皆様と共にオール同志社で実現させましょう。皆様方の力強いご支援をお願い申し上げます。